アバ王朝は14世紀半ばから16世紀半ばにかけて現在のミャンマー北部に存在したシャン族の国家。首都はアバ。画唱はパーリ語で宝石の塔を意味するラタナープラである。日本語ではインワーサ、アワーサとも表記される。長い間、アバという古称はビルマ全土を指す言葉として使われた。シャン族がビルマに建てた王朝の中では最大のものであるが、 実質的に王朝を支えていたのは、ビルマ族であった。パガン朝の没落後、上、ビルマを支配したシャン族の国家ピンヤーサが建国されるにあたって、ピンヤーサの建国者ティハトは、王宮の建設地として民芸川とイラワジ川の交流点にあるアバを候補に挙げたが、占いの結果アバは不吉の地として却下され、ピンヤに王宮が建てられた。ピンヤ王、ナラトゥーが、 ピンヤの対岸に存在する文家のサガインアサを攻撃するために呼び寄せたモーボン地のマオシャン族の指導者とオチー・ボワーの侵入によってピンヤとサガインの両方が壊滅した後サガイン王家の王子タドミンビアがアバ周辺の商宅地を開拓し1364年にアバを首都として王朝を創始したタドミンビアはタウングー、タウンドインジーといった地方の上司の反乱に暴殺され マグーエ地方遠征の木戸で天然痘にかかり病没した。タドミンビア没後、彼の部下であったナヌーは、戦王のヒソウウムマと結婚して王となるが、帝神には彼ら二人の即位を認めない者は多く、佐賀院の地方領主であるミンチースワーソウ家が二人を追放して即位した。三代国王ミンチースワーソウ家の治世では、中央平原地帯の再開発と、 行政制度の再編が進められた。治世末期より、ヤーザ・ディリオーの指導下で勢力を広げる、ゲ・ビルマのペグー・アサトの構想が始まり、構想は長期間にわたるものとなった。ペグー・アサトの戦争は、六代国王、民間運が没した1422年に収束した。1401年に即位したミンチー・スワーソー家の長子、タラビアが在位7ヶ月で狂気を理由に部下に、 殺害された後、もう一人の子、民ウンが王に衰退される。1404年にアバは、ベンガル湾に面するアラカン王国に侵略行為の報復として軍を送り、1407年にアラカンを従属させ、ペグとアラカンの支配権をめぐって争った。15世紀初頭の民ウンの治世まで国内は比較的安定していたが、そのコティハトの時代になって、各地で、 地方領主が統治する上司の反乱が相次いで起こる。ティハトは即位後に父の日である辛坊目を日に迎えるが、辛坊目はティハトを殺害し、ティハトの子民ラげを擁立する。辛坊目はさらに民ラげを殺害し、1426年に死亡の上司と共謀して、カルチェタ運業を大いに据えた。ペグーとの戦争で活躍した領主、モーニンタドは、 カレチェッタウンニョウの即位に反対し、カレチェッタウンニョウと辛暴梅を放逐して大いにつく。モーニンタドは即位の正当性を強調するため辛暴梅と結婚、知性のほとんどは上司の反乱の鎮圧に追われた。モーニンタドの子民礼スワの知性、中国を支配する民の討伐によって弱体化していたマオシャン族を攻撃し、1442年に、 彼らの指導者トーンガンボワーを捉えて、北方の脅威の一つを取り除くことに成功した。しかし、民代調諏訪の後を継いで即位した弟のナラパティは、名へのトーンガンボワーを引き渡しを拒み、また兆候を拒絶した。そのため1446年に、明のより多数の遠征軍が送られ、ナラパティは降伏して自害したトーンガンボワーの遺体と、彼の従者を民軍に引き渡した。 1469年に即位したティハトゥラの時代より、上司タウングーが上司シュテュチョウティンの指導下で勢力を拡大、周辺の上司を制圧していく。帝臣たちはタウングーの勢力の拡張を反乱の兆しとして、ティハトゥラに警告するが、アバの宮廷に赴いたシュテュチョウティンが王への忠誠を宣言したことで、タウングーの討伐は実行されなかった。シュテュチョーティンが、 老いの民地ョ療に暗殺された後、アバ宮廷はタウングルの犯行が止むことを期待して民地ョ療の即位を認めるが、期待に反してタウングルは頻繁にアバの領内に侵入した。16世紀初頭の周辺南朝神の時代、北方で総論を指導者とする上司猛人の身調が始まり、他の上司も不服従の意思をあらわ,わにしていた。アバに味方する上司は、 執法のみであり、各地で起きる反乱を、アバの力のみで鎮圧することは極めて困難である。ため、周衛南朝信は、自分の政敵を庇護するタウングに王女と領地を与えて、怪獣を図らなければならなかった。1524年にイラワジ川沿岸の上司、ピエーがモーニンに屈服し、1527年の間にモーニンの攻撃を受けたアバは陥落。総論は、 このトハンブワをアバの王位につけた。シュエナン長信はアバ防衛戦で砲撃を受けて戦死、逃げ惑う難民はタウングに流入し、タウングの国力はより増していった。トハンブワの即位後間もなく、ソーロンは部下によって殺害され、ビルマ族の上司であるタウングと戦い、1542年にピエーを包囲するタウングをタビン州エティの、 妹ムコバインガウンとの戦いに敗れて没落した。非仏教徒であるトハンブアは、ビルマ族が信仰する仏教の弾圧、自社仏塔の破壊、僧侶の殺害、教典の焼却を行って民衆の反感を買い、国内で一定の勢力を保っていた宗教団体のアラニャ相談も大きな被害を被った。また、トハンブア即位後の宮廷では、 シャン族出身の帝神が牽制を振るい、ビルマ族は彼らより侮辱を受けるようになる。ビルマ族の帝神は、トハンブワの副心である、ビルマ人軍人、ミンチーヤンアウンに非道を訴え、トハンブワは、ミンチーヤンアウンの手で殺害された。トハンブワの死後、ビルマ族の帝神は、ミンチーヤンアウンに即位を行が彼はその願いを断り、死亡のシャン族領主、コンマインを、 アバの王に推薦して陰性した。コンマインのコモビー・ナラパティは、上司間の争いを統制することができず、1552年にサリンの領主、シュテュチョーティンに上位して、タウングの王となったバインナウンに侵入した。1555年に、バインナウンの攻撃によってアバは陥落し、王朝は滅亡した。アバ王室の力は弱いものであったために、 パガン長期のような中央集権体制を敷くことはできず、領内の当地は地方行政を中心としていた。行政は城壁に囲まれた地方都市である城市を基本単位とし、近隣の町や村に支配を及ぼした。城市のほとんどはパガン長期に建設されたが、当時はそれほど重要な拠点ではなかったが、地方の開発が進むにつれて城市が政治と経済の 両方に及ぼす力が相対的に増していき、パガ王室の支配力が弱まると独立性の強い城塞に変化した。アバが建国された14世紀半ばより、タウンディインジ、タウングー、ヤメーリンなどの名はすでに軍役と効能を拒否した反独立の状態にあり、15世紀末にはサリン、ピエー、ニャウンヤンが新たに自立した。 1433年から1440年の間に、民より東長官氏に任じられたタウンドインジー、ペグーアサと同盟関係にあった PA など、彼らは独自に外交を展開し、自らの勢力の拡張に努めた。アバが統治する上ビルマの上主には主に王族と交換が任命され、彼らは認知に居住した。上主の地位は世襲化する傾向があり、また、 地方の有力者が城主の地位を掌握し、中央政府がこれを追認する例もあった。土着化した彼らは、次第に王あるいは君主と自称するようになり、城主は領内の町や村を、スークリー、プラニャチャウイ、マレトゥインなどの世襲制の地方役人を通して支配し、地方役人は担当区域の司法、行政、調税を担当した。町や村の住民は生産物や、 小取引に課せられた税金、裁判の手数料を地方役人に納付し、地方役人は毎年一定額の税金を上主に納めた。上主は地方役人を完全に統制できていたとは言い難く、地方役人には領民が納めた税を納入せず着服する者もいた。戦乱による宗教施設の破壊と社会的混乱は社会階層にも変化をもたらした。 13世紀末より、ビルまではトゥイックと呼ばれるパガン周辺の開拓地を中心に、アティーもしくはアサニャと呼ばれる平民階層が形成されつつあった。従来より存在する国家の支配下に置かれたクヤワン階層とみなされない住民がアティーと呼ばれ、彼らは自己の財産について一定の権利を有していた。自身が獲得、開発した土地を持ち、 土地の所有権をめぐって政府と対等に争った例も残る。自社仏陶の一部である仏陶奴隷の中には戦乱による混乱の最中に奴隷身分から解放された者もいた。彼らはかつて開発に従事していた宗教用地を私有化し、やがてアティ階層に吸収されていった。各地の上司は灌漑による土地開発と両外の人間を拉致しての人口増加により、 領土,土の生産力を高めていた。国内北部の上市の場合、寒外地では収穫量の安定した万世島が栽培され、周辺の天水田では降水量が十分であれば、稲が、雨量が少なければもろこし、ひよこ豆が栽培された。畑作では土壌によって生産物を決定し、保水力のある土地ではごま、もろこし、きび、豆類が作られ、痩せ地では、 綿花が栽培された。稲、畑の作物が不作となっても多くの収穫が得られる。綿花は上司の経済を安定させる役割を担っており、上司の経済はため池の考えによる稲作と綿花の栽培を中心に回っていた。上司の中にはタウンディンジーのように綿布の主要輸出先である中国と独自に接触を持つ上司もあった。イラワジ流域南部の上司では、 稲の収穫量は安定しており、加工に位置する上司の場合は、ベンガル湾からの海上交易によって利益を得ていた。しかし、日用品である二十歳での作物や輸出品となる木材、鉱物などは北部の上司に頼らなければならず、また北部の上司も生産が安定しない稲、海産物や他国からの輸入品を南部の上司に依存するなど、上司の経済は 不安定なものであった。パガン朝末期に成立した仏教団体、アラニャ相談は、アバ王朝統治下のビルマにおいても強い影響力を持ち、相談の長は、宮廷の王子を兼ねていた。土地の購入と飲酒が含まれる土地の取引にまつわる儀式も引き続き行われており、積極的に事業の開発と拡大を行ったために、土地の所有権をめぐって、しばしば国家と対立した。 開発事業の中で特に規模の大きいものとしては、1429年のピトゥサンガラージャによる2000ヘクタール以上の灌漑水田の開墾が挙げられる。相談が持つ密教要素は一般の人々に広く受け入れられ、また荒廃した土地の開発事業は国家の利益とも合致したものであり、国も相談の開発を積極的に支援した。15世紀末より、 南方のペグーアサで起きた宗教改革により、アラニャ相談は痛手を受け、さらに、トハンブワによって行われた仏教弾圧で、相談は王子の勢いを失った。トハンブワの弾圧は、アラニャ相談等の出家集団が持つ民衆への影響力を警戒してのものであり、かろうじて虐殺を逃れたビクたちはタウングルに亡命した。建国当時、南方のペグーアサとは、 友好関係にあり、国境の策定も平和裏に行われた。しかし、ペグー朝でヤーザィリ,リ王が即位した後、アバがペグーうちのヤーザィリ,リの政敵と結託したことが発端となって、両国の間でイラワジデルタ地帯を舞台とする戦争が始まった。1407年にアバを民間が妹をヤーザィリ,リに嫁がせた時に一度は和平が成立するが、翌年に、 民ウンがチェンマイと結んで、ペグーを攻撃しようとしていたことが発覚し、戦争は再開された。ペグーとの戦争で特に活躍したのが、民ウンの王子民ョースワである。戦争中に聖母がヤーザギリに捕らわれて、彼の側室とされたことを知った民ョースワは激怒し、ペグーが支配するシモビルマとアバに反逆したアラカンを攻撃した。1415年には、民裂町スワは、 ゲビルマの西部を制圧し、ヤーザディリに残された都市は、ペグルとマルタバンだけであった。1417年に、ミンデチョースワは、重傷を負ってヤーザディリの手に落ち、治療を拒否して生き耐えた。ミンデチョースワの死によって、アバの兵士は士気を下げ、民家運も彼の死に落胆し、余生を信仰に、捧げた。ミンデチョースワの死後戦闘は沈静化し、 民家運の死後に終戦を迎えた。この戦争は11世紀にパガン朝の建国者アノーヤターによる門族との抗争の続きともいえ、ビルマシアの G.E. ハーベイは民族移動の戦争と考察した。モーニンのマオシャン族の侵入に対抗するため、1383年にアバから雲南に施設が送られた。民からアバの総督の地位を認められ、 また、モーニンは民より警告を与えられたが、1393年に、モーニンは、警告を無視して再びアバに侵入した。1406年には民より施設が送られるが、1440年代に、入って、アバ王朝と民の双方と敵対していた、マオシャン族の指導者等ガンボワーの処遇をめぐって、両国は対立する。アバ王朝の妥協で両国の関係は修復され、 アバ討伐のために送られた民軍は、帰国前にーデリーンの反乱を鎮圧した。1451年にアカラ金廃と神父が送られ、また、民の支配下にあった土地の一部を与えられた。トハ半ブはの散脱後に、民より役人が派遣されるが、アバの混乱を収集することができず、帰国した。1435年頃、上、ビルマに初めて、ヨーロッパの人間が訪れた。 ベネツィアの商人ニッコロデコンティはアラカンから川を遡ってアバに至り当時のアバの様子を旅行記に書き残したこの時代より旧来用いられていたパーリー語に代わってビルマ語で文学作品が表されるようになる僧侶たちが表した宗教説話の翻訳と解釈による仏典女児史がアバ朝の詩文の主流であり作品の量は少なく前代の詩文と比べて作風に 大きな進歩は見られなかった。行数、不指数に高の幅はあったが、パーリ語で記された仏典を題材とした点は、すべての作品に共通する。阿波の仏典女子史の完成度は、後世の人間より評価され、これを超える作品はついに現れなかったとまで言われた。仏典の文学家に対して、仏教界全体が、肯定的な態度を示したわけではなかったが、文学作品は、 教義や、教典解釈の理解を助けるために、教育や芸能に取り入れられ、作品は、民衆の中にも広まっていった。アバオ長期のビルマ文学を代表する人物として、1501年に、ビルマ最古の三文物語、悲願道物語、1502年に現存する最古の、ビルマ五王投資である、不変王投資を編纂した僧侶テイラウンタ。 ピンや朝の決闘に連なる詩人のマハラだったら、仏教説話を詩的に解釈したアガタマディラが挙げられる。仏天女詩子以外では、子守タの形をとって、王家の決闘を賛美する集歌、アラカン王女の集歌を表した、アラカン出身の詩人はアドゥーミン寮、王の自責と戦争を語る記録詩、プロームに下る記録詩を表した、軍人神、トゥエーニョーラが現れた。 彼らのような僧侶以外の階級の人間も僧侶と同じく経典を引用しての施策に励んだ。また、宮廷の助官の間で使われた55種の紙の言い方をしでしたためた、楊衛神道絵のような女流文学者も存在した。阿波王朝で実施された建築事業で特筆するものの一つとしては、1456年に伊良和寺川に、 ビルマ市場初めて木造の橋が建設されたことがある。アバ、ピンや、サガインは川幅が 1km を超え、浮きになれば川の氾濫によって両岸の大部分が水没する地域に位置しており、このような場所に橋を架けたことは画期的だと言える。G.E. ハーベイ、ビルマ市562から563ページを参考に作成。現在のヤカイン州に存在した国家。 En ラカインステート En ヒストリーオブラカインも参照。現在のカチン州に存在する都市。位置については En モーハニーを参照。ありがとうございます。